はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル金河新年お正月ガチャ、こちらを引いていきたいと思います。まあね、お年玉を突っ込めとお年玉を突っ込めと言わんばかりの、まあ、内容になっておりますけれども、まあ一応このお正月ガチャは、3種類ありまして、松、竹、梅と、まあ、お正月にちなんでですね。で、一応ここに出てるのが松の説明なんですけれども、一応メインとなるのが10連ガチャの5回目ですね。10連ガチャの5回目になりますと、ここに出ている、まあ、穂村ちゃん、新島ちゃん、木場妹、ひかみん、せっちゃんの中から SR が1枚確定というところなので、これはねかなりいいピックアップになってますよね。で、まあ初回の方から見ていくと、まあ、10連の初回は巫女の3人、まあ、巫女みずき、巫女ひじりちゃん、巫女あおいちゃんの中から SR1 枚確定と。まあ巫女シリーズは何度も言ってますけど特にいらないかなと。で、10連の2回目になりますと、まあ、ここに出ているキャラの中から PR 以上で1枚確定と、まあ、あとゲドウ君プラチナが2枚ついてきますと。で、10連の3回目4回目が SR1 枚確定で、5回目が、さっきのピックアップキャラから SR1 枚確定というような感じになってます。で、あと竹と梅もありますので、まあこちらも引いていきたいと思います。竹と梅はね、あの単ガチャになってます。どこに載ってるかな。そう、竹は9回限りの単ガチャで、梅は1回限りの単ガチャで、まあ詳細はガチャの画面で見ていくんですけれども、まあ一応こちらの出現率アップのキャラの他に、メジャーキャラも出てきますね。出現率はアップしてないんですけれども、五郎から、下の阿久津のところまでいますので、まあ、ガチャでメジャーキャラもまだ出てきますよということにはなってます。じゃあちょっとガチャの画面に行きまして、でプレミアムで、竹を見てみましょう。竹は、単ガチャになってまして、まあ、9回まで、ここに出ているピックアップキャラの中から PR 以上で1枚確定と。で、梅に関しては、まあ、1回限りと。で、これね、パワーストーン1個で引けるんで、まあ、これもなかなかいいガチャだとは思います。まあ、パワーストーン1個で引けて、ここにいるキャラから PR 以上で1枚確定と。まあ、簡単に言うと10回引くと PR が10枚出てくるよというようなものになってます。じゃあそれでは、まあ例によってもったいぶるんですけどチケットから引いていきますか。チケットから、ね、じゃあ PR の特選チケットの投手から、6枚あるので引いていきましょう。6連いきます。天城くんが欲しいよね。天城くんがね、今プラ2なんで、もうちょい上げたいっすよね。キバかカラスマかキバかキバかカラスマかこの2人は一体何なんだあ、ちなみにね、クオンくんはね、プラス3になってます。なんで40レベルにして、上限回復をして固有ボーナスを発生させてますと。で、あとは PR の今野手がね始まってるんで、野手の方も引いていきますか。お、グッグッグッポン。惜しいね。野手って誰がいたっけ。小田切、金原、つくもあ、つくもはいいね。つくもはね、何気にね、初めの方に SR 手に入れたんですけど、まだ上限解放ができてないんですよね。で、あと残ってるのが、特選チケットの SR が2枚と、補助券が1枚ありますので、まあ、これも引いちゃいましょう。まあ、投手から。わりかしね、投手の方がラインナップがいいと思うんですよね。さてさて。おお、ハズレだね。カラスマくんはハズレキャラだね。まあしょうがない。じゃあ野手こっちも使っちゃいましょう。野手はどうでしょうね。なんかおこれだっていうキャラがね、いないっちゃいないっすよね。宇戸くん、よし、宇戸くんは上限解放させましょう。
まあわりかしいい方のキャラだったかな、俺の中では。じゃああと普通の SR ガチャ補助券、これも、使っちゃいましょう。さてこれはどなたが出る。おお、ひまわりちゃん。もう持ってんだか持ってないんだか分かんないけど、ニューって出てるから持ってないってことか。新しいキャラがね来てもね、もうゲドウくんが足りなさすぎてレベルを上げられないんですよね。じゃあ梅から引いていきますか。梅から1回とガチャル。あれ、虹が出てる。虹が、さすがお正月だね。さて虹で、おお、これはすごい。タンガチャ1回できた。これはすごいな。いやー、さすがお正月スペシャル。じゃあ梅でね、思わぬものが引けたんで、これはもう十分ですね。じゃあ竹を9回引いていきましょう。タンガチャはね、この1回1回の楽しみがありますよね。10連だとかポポポポポって出てくるんで、あーなかったやーとか、ちょっとがっかり感があれですけど、これは1回1回楽しめるっていう。おーし、せっちゃん、よしよしよし、いいね。ここはね、どれだけ巫女を引かないか。どれだけ巫女が出てこないかがポイント。ゴールデンボール、これ2個目っすよね。うん、巫女水木、巫女を早速引いてしまったか。で3回目と、左上に書いてあるね、3回目って。これはちょっとサクサクいこう。金が出た時はサクサクいこう。小村ちゃんか、小村ちゃんも欲しいよな SR で。でもね、総力キャラってさ結構悩むよね。俺総力キャラはね、なかなかいいの持ってると思うんですよね。いつも使っている日野くんをはじめとして。お、いいね、新島ちゃん。限定でしか出ないのは PR をちょっとプラゴには上げられないんで、もうサクッとねやっちゃうのがいいと思うんですよ。 30% で。お、キバ妹、キバ妹もな欲しいんだよな。彼女キャラがねもう一人欲しいといえば欲しい。6回目。いやーこれさー、お正月ガチャウハウハでしょう、運営さんも。だってねこれは引くよ。お、いいね、にじまちゃん。5回目のね確定がねマジえげつない。これはね絶対引きたくなる。お、グググからの、うーん、おー、いいね、せっちゃん、せっちゃん、せっちゃん来てくれ。何回目だ、8回目か、もうとうとう。でもまあ簡単に言うと10回引いて1枚 SR が入っていたっていう感じ。しかも新島ちゃんっていう。おお、そしてせっちゃんが来るね。じゃあラストのタンガチャですね。おお、ググ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 グしてるけど、特にその後何にもないっていう。騎馬妹、お、まあまあまあ良かったっすね。巫女が何枚、巫女2枚だったっけ。でかつ、新島ちゃんの SR が来たので、竹と梅、まあ、梅がねマジびっくりですね。じゃあ本命の松に行きましょう。まあ巫女3キャラはね、まあいらないっちゃいらないから、まあ10回目は、10回目じゃねえや、10連の1回目はさささと、まあ、2枚出てくれれば勝ちかなっていったところですね。うん、1枚もう誰でもいいよ。うん、ひじりちゃん。あとは普通に PR、R、R、ひかみんは R、 小村ちゃんは R、こんなところかな。うーん、どうなの、巫女葵。普
通の葵ちゃんが本当に欲しいんだけど。じゃあ20連目ですね。まあ、これは特に SR が確定しているわけではないので、ゲドウ君をもらいに行きましょう。うん、普通にないっすね。おお、せっちゃんが出てきてくれるね。せっちゃんがすげえ出てきてくれるのは助かるわ。普通の R せっちゃんも出てきたね。新島ちゃんも出てきたね。いいね、いいね。ありがとうございます、ゲドウ君。さあ、それでは30連目いきましょう。グッ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 カッキーンと、うん、1枚、まあいいでしょう。おー、来たー、大村ちゃん。いやー、いいね、いいね、いいね。阿久津阿久津とかマジ阿久津もでもね、変化球キャラの変幻自在でキレを持ってるからね、せっちゃんとは相性がいいと思うんで、欲しいといえば欲しいよし、大村ちゃん OK、 ナイスですね。じゃあ4回目も行きましょう。おお、このゴールデンボール切らん、ゴールデンボール切らんも SR の演出なの。うん、別にいいよ小村ちゃんと新島ちゃんが出てるんでもう満足です。あー、ここは PR が1枚か。じゃあメイン行きましょう。10連の5回目、小村ちゃんと新島ちゃんとせっちゃんは持ってるから、騎馬妹と、まあ、ヒカミンもね、SG を使うときにめちゃくちゃ役立つんで、欲しいといえば欲しい。もう誰が来てもいいです、本当に誰が来てもいいからお願いします。それいけー。うん、1枚しか出ないけど、まあ内容だよ内容。おお、新島咲ちゃん草野か草野も上限解放できればいいな。よし、 OK。 という感じでした。まあ小村ちゃんとね、咲ちゃん、そしてせっちゃんが結構 PR 出たので、まあ、こちらもね上限解放していければと思います。ということで、うん、つぎ込みましたね。パワーストーン一気に381個になっちゃったよ。まあまあ、でも内容はね、良かったんで、まあまた、サキちゃんとかね、ホムラちゃんを使ってサクセスをやっていければと思います。じゃあ、ちょっとガチャにしては長くなりましたけれども、最後までご視聴ありがとうございました。新年明けましておめでとうございます。遅くなりましたけども。また今年も1年、どうかよろしくお願いいたします。ではチャンネル登録、Twitter のフォロー等もしていただければ嬉しいです。じゃあまた。